はい、今回はこちらのラジコンになります。ちょっとねスケール感がわかんないかもしれませんが、こちらはマリオカート Wii になってますね。ですので10年以上前の代物です。ずっと倉庫にいましたけど出してきました。で、ですね、これ去年発売になった、マリオカートホームサーキットだったかな。これと比べるとね、なんてでかいんだというスケール感がわかると思います。このぐらいの差があります。かなりねどでかいスペースがないと遊べないというものになりますね。ヨッシーバージョンもあるようですね。基本的にですねラジコンです。ですのでプロポがあって操作するものですよね。今回そのヨッシーもあるようですがマリオバージョンになります。ではですね早速ちゃちゃっと開けていってしまいましょう。だいぶ時が経ってますんで箱もね傷んでます。でテープもがっちりくっついちゃってこれもなかなか抜けませんでしたね。ちなみに映像はですね去年のものになります。去年撮っておきながら撮影しておきながらお蔵入りになってたものです。さあようやく周りの段ボールが取れましたね。見えてきました。なんとか取り出すとこのねラジコン本体、乾電池入ってましたけど当然このような状態です。吹き出しちゃってます。使えません。プロポですね。プロポちょっとアンテナがないな。後で探してきます。でこちらが、ニッケル水素ですね。ニッケル水素のバッテリーになります。ですよね、ニッケル水素ですね。 800mAh、こちらも多分干上がってますんで充電しましょう。充電するための AC アダプターといった感じです。さあ本体を見ていきたいんじゃないでしょうか。でかいね何よりもでかい。重たい。こんな感じですね。マリオカート Wii 時代のカートに乗ってます。マリオカート Wii の形ですね。ちゃんとこうマリオカートしてますよ。これ後ろから見た絵になりますけどね、こんな感じでマリオは乗っていたんだと思います。いろいろついてますけど基本的にはですね、マリオカートじゃなくてもいいようなラジコンになってます。ここがバッテリーですね。そして電源スイッチになります。基本的な作りはシンプルです。普通のラジコンがどでかくなっただけと言えばいいんでしょうか。再びこうね出した状態なんですがホームサーキットのマリオカートと比較してます。ホームサーキットマリオカートとね比較しても圧倒的な大きさがあるということがわかると思いますよね。どでかいです。迫力です。ではですねこのプロポにですねアンテナをつけたいと思います。ちょっと今ねこう充電していますのですぐに走らすことができません。ここもね電池ですね。プロポ用の電池です。ちょっと今ドライバーがないんですが使うのは 9V のあの四角い電池ですね。角型電池の方を使います。 9V でアンテナはですねくるくるくるっと回してあげるとしっかりと引っかかりますね。できました。こんな感じで操作するんだと思います。そろそろねこう充電が終わんじゃないかなということで見てきたらちゃんとグリーンになってます。さあバッテリーを装着するんですがここだと思います。ちゃんとねまっすぐ進むようなダイヤルもついてますね。タイヤここですね。タイヤ補正するやつもついてます。
で、先ほど充電したこのね、ニッケル水素電池をここにはめて、カートの底にですね、ニッケル水素電池をセットしたいと思います。ちょっとちゃんと入ってるかわかんないな。大丈夫か。よし。入ったか。とりあえず蓋してしまえと。ガチャ。おう。なんか引っかかるな。ちょっとね、最初と変わってしまいましたね。しっかり入ってないとあかんと。最後ネジを止めたら完成ですね。あ、違う、プロポの方も電池入れなきゃいけませんね。さっきちょっと吹き出しちゃっていたんで、新しいのを買ってきました。ここ電源ですね。特に LED ランプがないので、今通電してるかどうかが分かりにくいですね。どっかに LED ランプがあればいいんですけど、残念ながらないですね。自分でつけちゃいましょうか。今度はですよ、プロポの方ですね。プロポの方に電池を入れますが、またドライバー、ネジで閉まっていますんで、ドライバーで開けたいと思いますが、角型電池だったんでね。よし。ん、この蓋は取れませんね。ただ突き刺せばいいみたいですが、どっちがあるか、プラスマイナスがよくわかんないな。どっかに書いてあるのか。とりあえず突っ込んでみますか。そうか、こっち向きかな。これだけでいいんだ。なんかポコって突っ込んだだけだな。若干不安ですが、とりあえずプロポ完成。スイッチオンと、ちゃんと LED が点灯しますね。そしたら走らせてきます。ここね、電源をオンにすればいいだけです。お、動くね。ちょっとここだと狭いんで、外に来ました。ではですね、あれ、なんかね、タイヤを左右に動かすのが動かないな。ほら、ちょっとかすかに動くんですけど、なんか中でモーターが空回りしてる。これは曲がれないな。後輪はね、ちゃんと前後にタイヤが回転してますけど、前輪のやつがね、ご覧のようにほとんど動かないな。いやー、なんかこうシャフトが壊れちゃってる感じがします。ギアかな、ギアがこう欠けちゃってて空回りしちゃってますね。完全に前後しか走んない。前後か。いやいやいや、これはちょっと悲しい。直したいですね。いやー、壊れちゃったか。ギアかな。ちょっとね、タイヤをこうクイックイッと曲げる機構が壊れちゃってるっぽいですよ。まっすぐは走るんですけど、上下っていうかな、全身交代じゃ悲しいですね。ラジコンとしてはぐーんと回ってきてほしい。全然動かねえ、タイヤが。しまった。直したいと思いますが、以上ですね、今回は。まあちょっとね、マリオカートシリーズのラジコンを並べてみました。まあ全部が全部ではないんですけど、まあラジコンじゃないやつも混ざってますね。マトリョーシカみたいにしてみましたけど、まあ最近出たね、このホームサーキットなんてのはかなりいい感じに仕上がっています。おそらく Bluetooth かなんかで接続しているんだと思いますけど、非常にね、安定したつながりになってます。まあそれに比べるとバカでかくて迫力はあるんですが、
やっぱりね、10年以上前の代物だなというのがよくわかる感じはありますね。ただね、ちょっと直したいですね。この迫力は何でしょう、ホームサーキットにはない魅力なんでね、なんとか直したいと思います。そこまで技術があるかはわからない。ではまた。